嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いた。なんすか謝像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかじゃなくてあなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。あ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題。あ、ごめんなさい。論理と感情を両方上手に扱える人は優秀で貴重な存在だと思います。ひろゆきさんの身の回りどなたかいますか。動画を見て振る舞いを参考にしたいです。まあ感情のコントロールがきちんとできる人ってあんまり好かれないんですよね。なんかね、何で見たんだっけな、誰かタレントさんが言ってたんですけど、その感情をあらわにしてる人の方が好かれるんですよね。だからその芸能人で生き残ってる人で、その悲しい場面が流れた時に涙を流してる人の方がファンが増えるんですよ。で、涙を流してる人の方が長期的には生き残ってたりするんですよね。要はその、VTR が流れてスタジオでひな壇の人たちがみんなで見て、なんかワイプで顔抜かれるみたいなのってバラエティ番組でよくあるじゃないですか。で、悲しいシーンでよく泣く人、例えば小池栄子さんとかは、やっぱり生き残るんですよ。要はその何か悲しいことがあった時に悲しい表情だったら涙を流す人っていうのは見てる側ももちろんその悲しくなってるから、そのこの悲しさを共有できるんだっていうので、この人はそういう感覚が共有できるから、その信頼感だったり、そのある種友情を感じちゃったりみたいなっていう感じで、その共感を持たれるので、その好感度が上がるって、まあベッキーさんとかもそうなんですけど、っていう感じで、その感情をあらわにしてる人の方が芸能人としては長生きしやすいっぽいんですよね。で、僕グッドラックっていう TBS の番組とかで出てるんですけど、あと、アベマプライムとか出てるんですけど、アベマプライムで行くと、記憶喪失の人が出てきた話があって、その記憶喪失の人って、寝ると記憶がなくなるんですよ。まあ、もともと事故で、その、寝るごとに毎日記憶がなくなるっていう人で、で、かなり珍しい症例なんで、僕すげえニヤニヤしてその話見てたんですよね。で、その要は、悲惨な状態なわけですよ。その、なんか、要は毎日会う親とかも、初めましてっていう状態になるんですよ。要はその、毎日毎日何十年間育ててくれて、その、記憶喪失の世話してくれてる母親に会うたびに、初めましてって言って自己紹介をするっていう話で、もう、その、悲しみたい人的にはすごく悲しい話に聞こえるんですけど、もう僕面白くてしょうがなくて、やっぱ本物って違えなと思って、その、メメントっていう、そういう三つのことしか覚えられない映画っていうのがあったんですけど、まあそうは言ってもあれ偽物の話じゃないですか。だから本物の話だから、やっぱ本物ってそうなんだってもうめちゃくちゃ嬉しくなってて、なのでその、メメントの場合って三つっていうのが明確にあるんですけど、本当に記憶喪失の人って、覚えてることと覚えてないことが、ふわふわしてるんですよね。なのでその、もともと音楽をやってた人で、なのでその、音楽を聴くと、そこのじゃあこういう曲だよねとか、楽譜とかは思い出せるんですよ。でも、次の日会ったこととか覚えてないんですよ。で、その、僕、記憶喪失の人に必ず聞こうと思ってた、記憶喪失になった瞬間、ここはどこ？私は誰？って言いましたって聞いたんですけど、で、その人が言ったのが、記憶喪失になった瞬間のことを覚えてないので分かりませんって言われて、確かになぁと思って、っていうのが僕の中でめちゃくちゃ面白かったんですよ。っていう、すごくどうでもいい話なんですけど、っていう感じで僕はその、不幸な人を見ても面白くなってしまうので、なかなかこう、他人に共感はされないと思うんですよね。はい。以上です。はい。教授が学生に起こるモチベーションって何でしょう。今修士学生ですが、ここ最近教授が日々怒鳴り散らし鬱陶しいです。企業と違って学生がサボると先生の給料が下がるわけでもないし、怒ってるモチベーションが上がりません。楽して卒業しようとすることに対してイラつき、社員欲求みたいなもんでしょうか。すいませんね。これ多分前回送ってもらったやつですよね。断り忘れてますね。はい、本当に2回払ってもらって、すいません。怒る人って2つあって、その単純に自分の感情がコントロールできない場合と、相手のことを思って怒る場合があるんですけど、で、相手のことを思って怒る場合って多分 1% 以下です。僕、その、自分の人生で、僕のことを本当に思って怒ってる人って、ほぼほぼ会ったことないですよね。
大体その、自分の思い通りにならなかったとか、自分が決めたルールをこの人が、要はその、自分が決めたルールを守らなかった時に、自分が舐められてるみたいなことになって、感情的になって怒り出すっていう人がほとんどなんですよ。なので、その、ごくたまーに相手のことを思って怒る人っていると思うんですよ。例えばその、じゃあ、子供が、なんか、道路に向かって走ってる時に、お母さんが、めちゃくちゃ怒って止めるとかっていうのは、それって相手の子供のためにやってる行為ですよね。では、その、そこで怒んなかったら子供そのまま道路に行って車に離れて死ぬかもしれないと。なので、めちゃくちゃ大きな声で怒って、で、子供を止めるとかっていうのは、それは、その、子供に対し、子供のために怒ってるっていうのだと思うんですよ。で、多分ね、それってね、ほんと小学生ぐらいまでの話で、要はその、本当にやっちゃいけないことがわからない、頭の悪い状態の子供とか、その頭の悪い大人とかに対して、怒るとか恐怖感を与えるっていうことで、行動をコントロールするっていう。ただ、これね、大人になってからほぼないんですよ。音割れてます？あれ、でも僕音変えてないよ。なので、その大人になってから、相手に対して怒る人って、大抵自分の感情がコントロールできない人なんですよね。なので、ただ、自分の感情がコントロールできない人だなっていうのを相手に言っても火に油を注ぐだけなので、得することはありません。で、短気な人って、要は自分の思い通りになった時に、めちゃめちゃ幸せになれるんですよ。要は自分の思い通りになってない時に超怒る。自分の思い通りにならない。ムカつくって。で、でも自分の思い通りになる。超幸せっていうのになるので、逆に御しやすいんですよね。なので、その人がその喜ぶことっていうのをやると、その喜び度合いが普通の人より高いんですよ。だから僕その他人にあんま期待しないので、他人がやらかしても別に怒らないんですよね。その僕の知り合いのひやりさんっていう人がなんか仕事してなかったとしても、あ、この人無能だからな、この人が仕事するって思ってた僕が間違ってるんだなっていうので、そのひやりさんに期待した自分が悪かったっていうふうに反省しちゃうんですよ。なので、そのひやりさんに対して怒るとかってあんまないんですよね。で、なので、その、じゃあ、ひげおやりさんが、じゃあ僕のこと褒めてきたとしても、別に、ああ、この人はそういう風に言ったら、きっと僕が気分良くなると思ってるんだ、浅はかだな、っていうので、見下しちゃうんですよ。でも、その、感情的な人って、褒められるだけで喜ぶんですよね。なので、コントロールは逆にしやすいと思った方がいいと思うんですよね。要は、これをやったら怒るってことは、これをやったら喜ぶとか、その論理よりも自分の感情が優先されてる人なので、その人の感情を動かすだけで、その人自身をコントロールできるんですよ。で、僕は割とその感情をあんまりその使わない人なので、その、僕の感情を動かしたとしても、僕の意思を変えることってなかなかできないんですよ。例えばじゃあ僕にじゃあひよえさんがお寿司を奢ってくれました。マイクが落ちた？で、お寿司を奢ってくれた場合に、あ、ありがとう、ごちそうさま。で、嬉しいなんだけど、でも僕は嬉しいとは思ってるけど、ひよえさんが無能でデブで死んだ魚嫁をしているブサイクっていう感覚は変わらないのよ。なので、お寿司を奢ってくれた死んだ魚嫁をしているブサイクなひよえじっていう認識なんだけど、人によっては奢るだけで、この人いい人ってなる人がいるんですよね。奢ってくれたいい人、みたいな。で、怒ってくれた人といい人は違うんですよ。要は、例えばじゃあ、連続殺人犯が怒ってくれたとしても、それは、怒ってくれた連続殺人犯だって、いい人にはなってないんですよ。でもその論理と感情が、ごっちゃになってる人って、連続殺人犯が怒ってくれた時に、この人は連続になっちゃうんですよね。なので、いやいやいや、連続殺人犯は連続殺人犯だからってなるんですけど、まあ、っていう感じなので、感情でコントロール、感情自身、自分の感情をコントロールできない人っていうのは、その人の感情をコントロールすると、その人自身が、を使う、動かしやすくなるので、そういう意味では、割と御しやすいので、一緒にいる場合は使いやすい人っていう風な認識で見てみるといいんじゃないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。 Who's fault? It's our fault or your fault? Who's fault? Okay, okay. Choose. Who's fault? いや、帰ってやめましょう。家で今つないでんすよね。どこ帰るんですか、うん